よし、じゃあ、今回はあらすじの確認からいきますか。今回ベリルが書いてますね。大きいドイツの会社の日記まで琥珀、芸術家の広いスペリアも切れるよ。これでは載せるタンブル用の絵も全然描けないし、おまけに闘技場でインパローズって魔導士と怪物みたいな力持って危ない兵士に襲われるし、さらにそいつらを指揮してるガンのコネルピン少将っていう愉快な髪型の人がスピノに恋してるなんて、もうあんたら厄介が飛んでやんかいか。しかもコネルピンがある帝国軍のリグナトル中間中東地に乗り込むって魔導に似ているし、 200% 確実に大騒ぎになるよ。でも僕の設定学会の夢は遠のくばかり。この日記はあんたに対する僕の抗議日記だよ。かわいい。ということで、じゃあやっていきます。引き続きね、中東地なんですけども、ここのゲストを登った先かな、今回こそとボス戦、あー来ただと思います。頑張っていきましょう。怒りのスピルンか。よし、じゃあコネルピンですね、ボスやっていきましょう。 HP どうする？さあ始めるわよ。25,600。ボーリングヘッド、調整して蹴り、スティック、ちょっとあるのかなって思ったらいいんですけど、これってやばすぎだよ。この数と状況、
する。届け先がどこだか分かってるよな。もちろん、手紙の届け先といえばポストに決まってるじゃないか。あ、どこのポストに届ける気だ。イネスの手紙を届けたのはテートの便利屋ガネットだろうが。そうそう、テートの便利屋ガネット。はあ、そっちか。そっちか。お前一人ではぐれたら終わってたな。本当だよ。その意味は2。シング、お前コーネルピンのおっさんにすげえこと言ったな。ああ、モロキューでアボカドなピーマン野郎ってやつ。イネスのセリフそのままだけど。やめろ、僕の感性が汚れる。イネスの真似して言っちゃったんだけど、これってどういう意味？やっぱ分かってなかったか。意味はな。ダメだ、俺にはとても説明できねえ。そんなにすごい意味なの？モロキューでアボカドなピーマン野郎って。ピーマン野郎だから言うなってば。え、一日は足止めされそうな大剣門が、これは約束の日までにエストレーガに着くの無理だな。そんなの嫌だよ。検問を通らない方法はあるけど、すごく危険なんだ。諦めておくれ。え、やだやだやだよ。検問にかかわらずテートに行く道があんの？ドーズモアの森を通れば。でもその森は磁場が乱れて方位を見失う迷いの森なんです。キャラバンギルドには通り抜けの方法が伝承されているんですが、近頃はどう猛な魔物が増えて、私たちだけではとても通過できません。失礼です、あなた方。私は、キャラバン商人のオーブ、妻のシンディと娘のアンです。あ、どうも。川崎の帝国軍駐屯地から逃げてきた。バカ正直、やばいことやめらめらしゃべんじゃねえよ。俺たちも程度に急いでるんだ。道を教えてくれるなら護衛するよ。教会の騎士より腕は確かだぜ。
本当ですか、ぜひお願いします。必要なものがあったら言ってくださいね。お、お買い物もできるもしかして。わー、ありがとう兄ちゃんたち。おー、早く早く、あ、アクセサリーも買える。お金が結構あるんだけど、まあでも何にいついるかは分かんないからな、ちょっと大事にしよう。あ、素材もある。大丈夫か、アイテムは、あ、ちょっと待って、あ、はい、道具屋購入、なんかいるかな。いや特にいらないか。氷ボトル買っとくか。一応ここまで大きい出費じゃないし、ジャックボトルも買っとくか。ほら、ちょっと待って、じゃあ行きますか、森。この先の、このエコン書いてくれてるから優しいよ。あー、ちょっ、色違いくんだ。手ごわそうだ。よーし、初期メンバーが残ってるって。私たちのことか。あー、セーブポイントよく来た。あ、森を抜けて帝都へ。合流場所の帝都は銅像の上の森を西に抜けた先だ。ガンの子さまぞ。進路は西だね。迷いの森だか知らないけど、迷わされる前に抜けちゃおう。そこのバカ二人、危ない森なんだか、もっと慎重に進め。案外ね、ベリルがしっかり者なんですよね。そこもいい、ほんと。よし、さあ、じゃあ帝都目指して謎の森を進んでいきます。じゃあ銅像は裏街道、下画面 の、 あの地図がどんどん明らかになるからね、なんかめっちゃね DS 版の FF4 を思い出すんだよな。あれ、どうなってるんだ。そろそろ磁場の影響が出始めたようですね。あ、そっか、迷いの森って言ってたもん。ちょっと待ってください。これで体への磁場の影響はなくなったはずです。方位磁石も使えないけど、森を西に抜ければ帝都エストレーガです。日のあるうちに急ぎましょう。西ね、早く早く、約束の日までに帝都に着かなくちゃ。ん、あ、後ろ後ろ、危ねえぞ、戻れ。おお、人形、大丈夫か。ああ、うん、この人がアンを助けてくれたの。うわ、こいつは中東地の化け物。化け物ではない。自分は識別コード IS206
11式ジャック型汎用機械人。汎用機械人。主より発行されたオリジナル識別コードはクンツァイト。出たクンツァイト。そう、あのレイズでね、もうすでに登場したとか私知ってたんですけど、もちろん彼のことも。わけのわからねえこと。一体俺たちに何の用だ。クンツァイト、ようやく会えたな。警告、磁場障害発生。方位認識システム不調。自分もエストレーガへ向かいたいのだ。はい。同行の許可を請う。いいよ、行こう。よし、一緒に行こう。俺はシングメテオライト。よろしく。お前、こんな正体不明の化け物と旅をする気か？いや、悪い人じゃなさそうだよ。ああ、そうそう。助けてくれたし、結構いいやつじゃないか。それに、あの手はソーマだろ？ソーマが使えるってことは、俺たちと同じくスピリアを持ってるんだ。化け物じゃないさ。オーブさん、この人もテートまで一緒に行くことになったよ。通過ルートに関する明確な指示を期待する。たく、どうなっても知らねえぞ。あー、クンツァイト、いらっしゃい。あ、レックス、侵食自在の腕を生み出す多目的型ソーマ。古代はね、イニシエの騎士という意味を使う。かっこいい。おー、あ、来た来た来た。クンツァイト、こんな感じですね。え、どうしよう、パーティーメンバー、野郎3人で行くか。そうしよう。ちょっと待って、クンツァイト、なんかこの辺ちょっと取得していきますかね。よし、あとはステータスアップ系を取って、あとは大丈夫だよね。よし、この辺ちょっと探索したいな。西の方に行くとテートに着いちゃう。リバースチャーム、反転 50% 確率は。謎のとこ、クンツァイト。クンツァイトって本当に機械なの？皇帝、自分は守護騎士と呼ばれる疑似スピリアを搭載した守護騎士、自立行動型機械人だ。守護騎士、疑似スピリア？お前たちの文化レベルでは理解不能だ。だが、詳細説明の義務はない。へっ、とにかくてめえが鉄みてえに冷てえ野郎だとは理解できたぜ。やめでしょ、なんか、あ、琥珀が心配。琥珀が心配だ、テート急ぐぞ。あ、急ぎましょう。テート船、ガンドコダッシュだ。くえー、か弱い芸術家なしじゃ無理だよ。泣き言はテートで聞いてやる。そうすると超高速ガンドコダッシュしろ。へへ、答えるぞ、バカたち。ちょ、クンツァイトはちょっと戦ってるの見てみたいんだけど。警告、敵だ。はーい。おお、あ、なんかあれだね、あの役割としてはなんかベリーとかぶる。シャドウエッジベリルも確か使えるもん。おお、アイテム取りたい、アイテム。排除行動に移る。気持ち悪い。何このキノコ。魔人剣。あ、魔人剣使ってる。シングって魔人剣覚えるっけ？覚えてないよね。ムーミンのゲームだったら渡れてたな、ここ。スナフキンジャンプして。
したか。きっちりきちきち戦闘終了。なんだそれ。ベリルの表現を導入してみた。いろいろ間違ってねえか。結構お茶目くんつえと。なんかイベントだ。この辺りで小休止しようぜ。アンも疲れただろう。ああ、疲れてないもん。急がないと約束の日までにテントに着かないよ。アンに同意する。エストレーガへ急ぐべきだ。うへえ、僕は疲れたよ。だいたい約束の日って何なのさ。約束の日って何なの。なんか大事なイベント。10年前に私と妻がテイとエストレイガで初めて出会った記念日なんです。ああ、これは大事だ。私たち夫婦は正式な結婚式を挙げていないのですが、うん、それを知ったアンがどうしても私たちの結婚式を見たいと言い出して。なるほどね。主人もそれなら記念日にエストレイガで式を挙げようって言ってくれたの。あの、こんな理由で皆さんを危険に巻き込んでしまってすみません。ええやん、うん、うん、素敵な理由だよ。ああ、そっか、結婚式か。おい、今琥珀の花嫁姿を妄想しただろ。俺は絶対に許さねえから。ちなみにレイズではね、琥珀花嫁になってますからね。可愛かったよね、ウェディングの琥珀。めっちゃ可愛かった、あれ。まあ、今日持ってますよ。琥珀、お前たちと一緒にいた少女か。彼女が現在のリチア様の器なのだな。リチアの名前が。リチアだと。てめえ、なんでその名前を知ってるんだ。機密事項につき返答を拒否する。お前たちが情報を所持しているか否か、それだけを明示せよ。リチアって。故郷の村のくだらない伝承さ。大昔から人のスピリアに宿り続ける精霊とかなんとかな。琥珀は影響されて自分の中に彼女がいるなんて言ってたかな。人のスペリアに別人がずっと居座るなんて、ソーマを使ったって無理だよな。でもシンゴは見てるか、リチア。リチアは本当にいるよ。うん、俺、琥珀のスピルメイズで彼女に会ったんだ。あ？てめえ、今までそんなこと言ってなかったじゃねえか。ごめん、あの時のことをよく思い出せなくて。でもエメラルドの髪の女の子が確かにいたんだ。エメラルドの髪？まるでおとぎ話の眠り姫だね。もうみんな絵本の話なんかしてないで急ごうよ。くそ、余計に琥珀が心配になってきやがった。マイネさんが一緒にいるか大丈夫だと思うけど。この手紙の届け先、ベンリア・ガネットのところに急ぐぞ。記録、器との合流ポイントはテイトの便利屋ガネット。我が主よ、今おそばに参ります。よし、ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうかな。じゃあ、あ、なんか味が欲しい。アンを見てる、あ、妹が欲しいか。味に見えた。妹がアンを見てると小さい子の琥珀を思い出すぜ。可愛いよね。俺も妹が欲しくなったよ。うん、妹か。
琥珀も可愛かった。琥珀はやらねえぞ。可愛かっただろう。今も可愛いけど、今も可愛いが、小さい頃の琥珀は超絶可愛かった。大人になったらお兄ちゃんの嫁さんになるなんて言ってな。翡翠、悲しいお知らせだけど、兄弟は結婚できないんだよ。ママジツッコミやめろ。俺が危ないやつみたいな空気なんだろう。翡翠、器の少女、お前の血縁者なのか。器、琥珀の子とかだったらどうした。別にどうもしない。自分はリチャー様の安全を確保するだけだ。シンド、今はてめえよりこいつが危険だ。気許すんじゃねえぞ。大丈夫なような気がするけどね、くんちゃんと。お疲れ様です。